18世紀初期に、レオナルド2風により描かれた外観。フォーマルガーデンはこの時代のイングランドで流行していたが、その多くは18世紀後半になると、風景式庭園へと改造された。1880年のロングリート・ロングリートは、イングランドのウィルトシャーに存在する、カントリーハウス。著名な造園家であるケーパビリティ・ブラウンによって、 設計された900エーカーの庭園と8000エーカーの森林の地が周囲に広がっている。ステートリーホームとして初めて一般に公開されたカントリーハウスであり、アフリカ以外では世界初のサファリパークとしても知られている。以前存在した小集道員が1567年に火災で消失したのを受けて、ロバート・スミスソンの設計に基づいて、 サージョン・シンが建設した。建設に12年間を要した。この邸宅は、ブリテン島におけるエリザベス町建築の代表と、みなされている。現在は、第七大バス公爵アレクサンダー・シンによって、所有されている。邸宅に付随して設けられている、ロングリートサファイリパークは、ボンゴなどの気象種を収容している。モンキーパークは広大な敷地を要しており、見て回るには、 車が必要である。イギリスのテレビ番組であるアニマルパークはこの公園で撮影された。1985年に史上最大第9回アメリカオーダングルトラクイズの第14チェックポイントの舞台となった。ありがとうございます。